どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。さっき自動販売機でジュースを買おうと思ったらカエルが張り付いててびっくりしたんだぜ。魔理沙ってカエルダメだったっけ？どうしてもダメってわけじゃないんだが、カエルの解剖とか思い出すとな。ああ、それはちょっと気が引けるわよね。たまにカエルの解剖が好きなやつとかいたよな。確かにそういう人もいたわね。なんだったら人間を解剖したいって思う人もいるけどね。それは、思うだけだよな。だったらよかったんだけどね。2014年に、体の中を見たかった、という理由で殺人を行った人がいるのよ。そんな事件があるのか。ええ、ということで今回は、佐世保女子高生事件、について解説していくわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から。2014年7月26日に長崎県佐世保市にあるとあるマンションから女子高生の遺体が発見されたわ。住んでるところで殺害されたのか？それが、被害者の A、M さんは別のところに住んでる人で、発見場所は加害者である徳勝もなみが一人暮らししてるマンションだったわ。ということは二人は知り合いだったのか？知り合いもなみも、同じ学校に通う高校生だったわ。しかもクラスメイトでもあったのよ。加害者も高校生だったのか、しかもクラスメイトって。徳勝は M さんを自宅マンションへと遊びに誘ってたらしくて、18時40分に M さんから母親に、19時頃に帰る、っていうメールが来てたみたいね。その感じだと M さんはまだその時間帯には生きてたのか。いや、徳勝が偽装目的で送った可能性もあるな。司法解剖によると M さんが亡くなったのは20時から22時頃らしいわ。どうしてその時間までマンションにいたのかは不明だけど、いずれにしても M さんはその時間帯に殺害されたことになるわね。徳勝が無理やり引き止めたのか、凶器は何を使っていたんだ？まずは工具、おそらくハンマーを使って後頭部を複数回殴ってから、犬の散歩に使うリードで首を絞めて絞め殺したようね。リードに関してはあくまで本人の証言だから何とも言えないところがあるわ。頭を殴ってるあたり、気絶させて確実に殺害しようとしてる感じに見えるな。突発的なやり方には思えないんだぜ。事前に計画していたと考えられているわね。その後徳勝はノコギリを使って M さんの頭部と左手首を切断して遺体の解体を行っているわ。どこかに処分するために細かくしようとしてたのか？それがどうも違うみたいなのよ。帰宅しない M さんを心配した家族が捜索願いを提出して、27日未明に徳勝のマンションに警官が訪れたの。徳勝は M さんのことは、知らない、と答えたらしいんだけど、不審に思った警察官が室内に入ってみると、ベッドの上で仰向けになってる M さんの遺体と切断された頭部、そして左手首を発見したわ。意外と簡単に判明したんだな。それに切断された部分もそのままにされてるみたいだし。一応証拠隠滅を図ってはいたみたいね。服を着替えて体を洗ってたり、M さんのスマートフォンをマンションの5階から投げ捨てたりね。でも証拠隠滅にしてはちょっとずさんじゃないか？確かにそれでスマートフォンは壊れるかもしれないけど、それならハンマーで壊してバラバラにした後にトイレに流したりした方が安全だと思うんだぜ。まあこれに関しては初めての殺人で多少の気の動転があったのかもしれないわね。確かにかなり猟奇的ではあるんだが、計画してた割には行き当たりばったりな行動が目立つ感じがするんだぜ。マリサも感じてる通り、徳勝もなみには通常の人間と比べて異常な部分が多く見られるわ。動機の時点で通常の殺人とは違うところがあるの。本人は何と言っていたんだ？体の中を見たかった。人を殺して解体してみたかった。って供述したらしいわ。二人の間に何かトラブルがあった可能性もあるんだけど、これに関しては一切の証拠も根拠も見つかってないわ。単純に好奇心で殺害したってことか？そういうことになるわね。取り調べでも。殴ってから首を絞めた。すべて私が一人でやりました。誰でもよかった。と犯行を認めてて、その受け答えは淡々として反省の様子は見られなかったらしいわ。殺人に何も抵抗がないのか、ちょっと不思議に思ってしまうな。長崎地方検察庁は精神鑑定を検討したみたいで、8月8日には佐世保簡易裁判所が精神鑑定留置を認めたわ。どうやら徳勝には自閉スペクトラム症の障害があったみたいよ。自閉スペクトラム症っていうのはどういう症状が出るんだ？人によってかなり状態が違うらしいから一概には言えないんだけど、社会的コミュニケーションや対人的相互反応の持続的欠陥、他には特定の事柄に対する異常とも言えるレベルの執着とかがあるわね。ということは、徳勝はもともと生き物を解体することに強い興味があったということか。どうやらそうらしいわね。徳勝の父親は県内最大手の法律事務所を経営してて、佐世保では有名な弁護士だったわ。しかもスピードスケートの選手としても有名な人だったらしいわね。
家庭にはあまり問題はなさそうで、お金に困ってる感じもないな。実際家を建てた時には近隣の人を招待してたみたいだし、金銭面で困ってるってことはなかったみたいね。母親も地元放送局に勤めて、市の教育委員もやっていたらしく教育活動に熱心だったみたいだし、兄も東京の有名私立大学に通っていて、裕福な家庭って感じよ。確かに他の部分にもあんまり問題はなさそうだな。家族は娘の異常性については知ってたのか？知ってたらしいわ。徳勝は幼い頃から学業優秀で、スポーツも積極的な子供で、中学校では放送部に所属してて、NHK のアナウンサーになるのが夢だったらしいわ。さらに、検事になって法廷で弁護士である父や、弁護士志願者である兄と戦いたい。っていう夢を語ったこともあるわ。しかも冬季スポーツ種目で国体に出場してて、地元でも知られてたそうよ。文武両道な子供だったんだな。でも異常だって知ってたってことは何か特殊な部分があったんだよな。ええ、あまり笑う子ではなかった。頭が良すぎて特殊な子、って評価されていて、中学生の頃から医学書を読んだり動物の解剖に熱中していたわ。しかも徳勝は小学6年生の2010年頃には、同級生の給食に薄めた洗剤や漂白剤、ベンジンを混入するいたずらを繰り返したりしてて、それが問題になっていたのよ。もうその頃から人に何かするような子だったんだな。ただ、2013年10月に母親が癌で亡くなってからは不登校になっているわ。中学校卒業後には一人暮らしを始めたんだけど、高校は1学期のうち、たった3日しか出席してないの。お母さんが亡くなられたのが最初の要因になった、って感じだな。2014年5月、父親が再婚したんだけど、徳勝の幼馴染み曰く、一緒に住みたくない、って言ってたみたいね。しかも、中学時代に祖母も亡くなってて、その頃から猫を飼いたいしたりしてたらしいわ。身近な人の死でより自分の世界に入り込むことが多くなったのか。再婚相手のこともよく思ってなかったみたいだな。それどころか父親のこともよく思ってないわ。実は父親が再婚したのはかなり早い時期で、本来なら喪中とかでしばらくは再婚しないっていうのが基本だったりするんだけど、妻の死後すぐにパーティーで5人の女性に名刺を配って口説いてたらしいのよ。それだとお父さんの方も少しおかしい気がするな。私が娘の立場だったらかなり嫌になるんだぜ。その行為を知人からたしなめられても、俺は独身なんだ、って平然と答えてたらしいわ。徳勝が一人暮らしを始めたのはそれが原因なのか？実は徳勝は中学卒業後に海外留学をするって話があったみたいなんだけど、母親の死後、その話が白紙になっているわ。そこに父親の早すぎる再婚が重なって、徳勝はもう一つの事件を起こしているの。それが一人暮らしの原因になっているわ。まさか父親も襲われたとか？正解よ。2014年3月2日に、佐世保市の自宅で就寝中の父親を金属バットで複数回殴って殺害しようとしたの。父親は頭蓋骨を陥没骨折する重傷を負い、入院することになったわ。かなり強い殺意を持ってるように見えるな。その後も包丁を持ち出してきたりと、徳勝は明確な意思で父親を殺そうとしてたわ。その結果、2014年4月から佐世保市内のマンションで一人暮らしを始めることになったのよ。ある意味家を追い出されたって感じなんだな。しかもその異常性もあって、以前から精神科に通ってたみたいなんだけど、そこの担当医が2014年6月10日に、佐世保子供、女性、障害者支援センターに電話で連絡をしてるの。ここはいわゆる児童相談所ってやつで、電話の内容は精神状態の不安定さを懸念して、女子生徒は人を殺しかねない、っていうものだったわ。児童相談所も動いてたのか。でも、その時その施設ではパワハラ問題が起こってて、電話を受けた職員が上司に相談できない状態だったわ。これが原因で、この相談は文書決裁止まりになっていたの。肝心な時に役に立たないな。役に立たなかったのはそこだけじゃないわ。2014年7月23日、徳勝はママ母との会話の中で、猫を殺して楽しいことや、殺人願望について語っていたの。これが原因で、事件前日の25日に両親が病院と協議したんだけど、病院からは、入院は施設の事情で即日の入院ができない、と言われてたわ。しかも、直ちに警察に通報せず、児童相談所に行く、って方針で一致していて、その日のうちに児童相談所に電話相談したにもかかわらず、担当者から、今日はサマータイムで終わった、月曜日にしてくれ、と断られているわ。人が殺されるかもしれないのに、随分とのんきなものだな。事情はとにかく、殺人を犯した徳勝は逮捕されることになったわけなんだけど、当時はまだ15歳だったせいで、長崎家裁の平井健一郎裁判長は2015年7月13日、徳勝を医療第三種少年院送致とする保護処分を決めているわ。
このことに対して検察側は、刑事処分相当、として検察官への逆送を求めたの。検察側は、再犯の危険が大きい、とするコメントを出しているんだけど、これはかなり異例のことで、それだけ特活は異常な人間として見られてることを意味しているわ。そうだよな、担当だった精神科の先生もかなり危険視してたみたいだし、ちゃんと刑事罰を下して、刑務所に入れた方がいいと思うのも当然なんだぜ。まあ刑務所に入っても、また何かやりそうだけどな。特活がどこに送られたのかは分かってないけど、第三種少年院に区分される施設は、東京府中市にある関東医療少年院と、京都府宇治市にある京都医療少年院しかないから、このどっちかだと言われてるわね。そして第三種少年院では保護処分在院者を26歳まで収容可能だから、特活が出所する時期は2024年頃になる可能性が高いわ。少年院って意外と長い間入れたりするんだな。20歳を超えると、普通の刑務所とかに移されるものだと思ってたぜ。ただ、少年院送致処分の対象は12歳から20歳までの年齢になってるから、あくまで少年院にいられる最大の年齢が26歳ってことになるけどね。20歳を超えれば自動的に普通の刑務所にいそうだと思ってたし、意外だったぜ。そういえば、お父さんはどうなったんだ？父親は2014年10月5日に、自宅で首を吊って亡くなってるわ。有名人だったし、社会からのバッシングも大きかったんだと思うわ。お父さんに何の問題もなかったかと言われるとそんなことはないんだけど、それにしたってこれは不幸すぎるんだぜ。今後、特活がどうなるかはまだわからないけれど、彼女についてはいろんな意見が出てるの。具体的にどんなものが出ていたんだ？特活が事件を起こしたきっかけが母親の死だったという見解や、父親の再婚の早さに要因があるという見解、他にもそもそも、生まれつきおかしかったとする見解が出てるの。臨床心理士や大学の教授など、いろんな人がこの事件について触れてるわ。実際、お母さんが生きてた頃から異常な部分があったみたいだもんな。どこから原因とするべきなのかは難しいところだよな。この事件はかなり世間を騒がせた影響もあってか、パリ人肉事件の犯人である佐川一世も触れているわ。遺体をバラバラにしてみたかった、という供述に同性愛的な愛情を強く感じる、と指摘してて、なぜ親友を解体できるのか、ではなく、親友だからこそ解体したかった、と解釈すべき、と分析しているわね。なんか流れで、ものすごい人間が出てきたな。まあこの事件について話すと長くなるから割愛するけど、同じく殺人を犯して解体した人間の見解っていうのも、視野に入れて考えるべきだとは思うわね。同じ感性を持ってる人間にしかわからないことってあるよな。うまく解明できれば、同じような感性を持ってる人をうまく構成させられるかもしれないんだぜ。以上が、佐世保女子高生事件、よ、どうだったかしら？単純な欲求で殺害して解体したっていうのは身勝手極まりないけど、彼女にちゃんと対応できなかった環境も良くないな。相談や連絡があったのに、あれこれと理由をつけて対応しなかったんだもの。彼女は興味の方向をもっと違う方面に向けられていれば、また違ったのかもしれないな。人間は周囲の環境から学んで、自分というものを作っていく生き物だからね。もちろん、人それぞれ必要な環境は違うだろうけど、正直、この人に関してはそう思っちゃうんだぜ。お父さんにも少し問題はあったんだろうけど、それだけじゃ片付けられない異常さだと思うんだぜ。ちょっと変わってるぐらいなら、個性、で済むけど、周囲に害をなすものはもはや、個性、なんかじゃない。構成が不可能なのであれば、どこかで収容するしかないと思うのよね。同じ人間なんだしやりすぎは良くないが、そういう人を野放しにしたせいで今回の事件は起こったのも事実だよな。難しい話なんだぜ。というわけで、今回は、佐世保女子高生事件、について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。